チャオ、マシロです。9月15日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100話取れましたね。はい。で、睡眠タイプが、すやすやか、特徴なしか。はい。で、寝るときはマスター14で寝れましたね。新しい寝顔見れないかな、頼む。チャンネル登録と高評価よろしくね。はい、シャワーズのお腹の上、新しい寝顔だね。はい。あとね、今日はスイ君のお香を使ってますね。はい。星さんがまだ見れてないのね。いや、スイ君新しい寝顔ないかな。ニコニコね。泥に浮かびね。ハマってるね。さあ、スイ君どこ？新しい寝顔じゃねえ。いやー、マスター14でもダメか。はい。さあ、今日はどの子にあげていこうかな。チャンスは、いやー、なんで、どうしよう。ちょっとスイ君にチャンスが来てしまうと、ちょっとスイ君サブレをあげたくなってしまいますね。あげちゃいますか。特大成功来い。ラッキー。うわ、3体目ゲットできましたね。こうなるとな、スイ君サブレもったいなかったな。いや、でも特大成功出るなんて思わないからね。いや、ラッキーだな。はい、あとは、ウパーちゃんかな。はい、ギリギリまで上げていこうか。さあ、もう一個食べれるかな。満腹なっちゃったのね。シャワーズチャンスついてくれたら嬉しいんだけどな。まだゲットしてなかったはず。はい、ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。いや、まさかのスイ君びっくりだな。はい、今日も、スイ君にしておきますね。リサーチ。EXP めっちゃもらえてんな。さあ、個体値はめちゃくちゃ優秀な子だったらどうしよう。はい、おっとりって何？ABA かな、これは。さあ、木の実の数 S。ちょっとやばい。ここだけ見たらめちゃくちゃいい子ちゃんじゃない？食材。じゃないや、所持数アップついてるし、スキル確率アップ M ついてて、木の実の数 S ついてる。で、性格はダウンしてんだよ。どうすか。この間のスイ君と今日のスイ君、今日のスイ君の方がもしかして良かったりする。お手スピはレベル100だからちょっと遠いけどね。ちょっと見比べてみないと分かんないかな。まあ、それもね、また、ボックスの紹介配信とか、やれた時にね、見てみたいと思います。はい、ということで本日はこんな感じになりましたね。いや、まさかのちょっと両個体で嬉しいですね。皆さんは何かいいポケモンに出会えましたでしょうか？来週はね、確かイベントないよね。ラピスラズリにまた行こうかなと思ってます。デデネちゃん、プチプチ厳選の方をちょっとやっていきたいのでね。まあ、でも、すやすやちょっと出せるかわかんないんだけどな。まあ、そんな感じでちょっとラピスに行こうかなと考えております。はい、ということで、明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。